小市民たるもの決して出しゃばらず日々を平穏に過ごすべし。探してほしいものがある。ポシェットだ。盗まれるようなものには思えないけど。何があったんだと思う？僕が思うに、この件は目撃者の証言で片がつく。小鳩くん、結局推理しちゃってたね。いや、違うんだ。あれは、僕はもう知恵働きはやめたんだ。そうやって私たちは穏やかな時間を作り出して、完全なる小市民への飛躍を始めるのだ。一体何があるっていうの？ダメだ、おさないさん。一番大切なものって何だと思う？言いたいことがあるならはっきり言え。現状に満足する小市民を目指して何が悪い？